がございましたよ。ということで今日はですね、なんと三岸みなみがタモさんを笑わせます。はい、これはですね5分間で笑わせたいと思います。はい、ということでタモさんです。笑わないよ。笑わない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 ですか、タモさん。笑わないと思うよ、多分。てかでもサングラスしてますよね。サングラスはしてるよ、これは。そうですよね、うん、ってことは目で笑ってるかどうかわからないってこと。まあそうだね。ですよね。でも私には笑わせる力があるんで。あ、そう。はい、やはりAKB のバラエティ担当なんで、うん、笑わせるぞ。元気しないね。はい。ゴーゴーカオチャンネル。それではタモさんを笑わせます。5分で笑わせますよ。じゃあ用意スタート。どうも、年中無休の反抗期みーちゃんこと峯岸みなみです。イエーイ。それでは峯岸みなみのショートコント、イエーイ。ショートコント、海ねんねん、高みだ高みだ、海だよ、泳ごう、イエーイ。よーし、水着水着、あれない水着、忘れてきちゃった、どうしよう。ねんねん、高みな、水着2つ持ってないよね。え、なにこれ、しじみ。いや、これじゃ隠れないから。ワン、ツー、スリー、フォー。ちっちゃかった、ちっちゃかった、ちっちゃかった、イエス、しじみ。続きまして、一発ギャグいきます。滝の流れに身を任せた、危険。私は、普段はお仕事してますけど、休みの日はだいたい家で、あくっちゃね、くっちゃね、よい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 、あくっちゃね、くっちゃね、よいよいよい。それでは私なんかすごい滑ってしまいました。すいませんでした。私は約4年前、いや7年前ですか、モノマネ芸人の古賀柊さんとお付き合いしたんですけども、3ヶ月ぐらいですかね、お付き合いしたの、その間にしたんですけども、ないですね。胸ぐらつかんじゃったんですよね。それで分かりました。では私でも実は峯岸みなみじゃございません。じゃーん。じゃ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 ーん。どうも。私しゃぶりてゆしゃぶりてゆしゃぶりてゆ妖怪しゃぶりでございます。いやーねー、寒いですね。方も寒いとね、みんなね、殿方の皆さんはね、縮こまっちゃうと思いますけどもね。私がね、心配ご無用でございます。私がきれいさっぱりしゃぶって差し上げますからね。ということでね、私ね、しゃぶるのが大好きということでね、大好きということでね、やらさせていただいてますけどもね、まあ、私ね、でもね、最初からの妖怪だったわけじゃないんですよ。最初はね、普通の妖怪、普通の女の子だったんですよ。まあ、言ってもね、ビッチだったんですけどね、でもね、もうね、ね、とにかくしゃぶるの大好きでね、ある日ね、友果との喋ったらね、喉の顔がね、喉に詰まっちゃいましたね。それで私ぽっくり言っちゃったんですよね。わしはダイソンか。まあ、古賀さんはね、しゃぶられ男だったんですけどね。あ、なんだなんだ、なんかムズムズしてきた。ムズムズして、なんだこれ、あれあれ、生えてきた。あ、
いやもうね、もうぜひね、女性の皆さんの前でね、きどんどん喋ってもらいたいんですけどね、雪見大福のカップにね、こう乗せてね、そこにチーズとかのフレーバーをね入れてね、チーズとね抹茶とかのフレーバー入れてちょんちょん出してて喋ったらね、美味しく喋れると思うんですけどね、どうでしょう。以上です。私は何を喋ってたんでしょうね。油あった、油めちゃくちゃ洗いかけてましたよね。おかしいの名前出すのは卑怯なやつね。想像できるもんだって。油あった、うわー、でも笑う。それ長く続けられたもの、あー、もっと入れなかったんだ。ずっとやってたら、もう俺は当たったんですよ。マジっすか。うわー、そこだったか。でもね、俺は、ね、心が折れてない。折れてない。折れてない。よかった。いやということで。やっぱり見に来てなかったんだね。すいません、本当は見に来てじゃなかったです。本当は妖怪、得意でした。いいとは思わなかった。さっきやってるわ。はい、OK です。これ大丈夫なのかな。